うん、眠たかったん。3月7日生まれの紫くんです。眠たくなって一人で、ケージの中で寝ていました。ケージの中にキャリーバッグを入れています。でキャリーバッグの中で寝てます。今日ちょっとここに敷いていた毛布を取ったんですけど、お部屋の中がとってもあったかいので十分ですね。さっきからね泣いてるんですけど、眠たくて寝返りを打ってます。まだまだ寝る気です。うん、いろんな音してるね。寝ときな、眠たいねんな。みんな遊んでるよ。おお、ドアップ、ドアップすぎて、ドアップすぎてピントがもう合いませんね。え、紫くん、みんな遊んでるよ。もう起きる？眠たかったよな。眠たかったよな。降りてくる？降りといで。